岐阜の異端児、柿です。はい、今回続きやってきまーす。前回間違えて武雄さんを処刑しちゃった後からね、これは狼、そう、俺狼になったよ。そうや、とうとう狼を引いてしまった。これ絶対顔に出るよな、引いた瞬間うわって。だからそれ見てればバレそうなもんやけどな。俺が生き残るにはこの中の羊を殺すしかない。突然心臓の音が激しくなる。込み上げる緊張と恐怖で頭の中が真っ白になりそうだ。俺に人を殺すなんてできるのか。その時混乱する頭の中でなぜか昔の記憶が思い出される。なんでこの時に。へえ、じゃあもう何回も転校してるんだ、すごいね。別に友達毎回作り直すのとか大変だし。じゃあ今回は僕が転校先の友達一番目だね。うん、ありがとう。僕の方こそだよ、君が来るまで一人ぼっちだったから。あ、そうなんや。マジか、悲しいな。そうなの？うん、実は僕いじめられてて。あ、でも気を使わなくていいからね。もし僕といるせいで君もいじめられそうになったら見捨てていいからね。小学生そんなこと言うか？そんなことするわけないよ。本当？うん、僕はどんなことがあっても君と友達だよ。ありがとう、君みたいな友達ができたの初めてだよ。なぜ、こんな大変な時に昔のことなんて思い出してるんだよ。とにかく今は生きることだけに集中しよう。狼を引いたからには迷っていられない。俺は覚悟を決めた。まずは狂気を手に入れなければいけない。狂気を手に入れた後は誰か選んで羊を殺すんだ。俺にそんなことができるのか。でも、やるしかない。俺は極限状態の中で自分にそう言い聞かせた。まず狂気やな。あ、これちなみに前回のパートの続き。ノータイムでやっとる。もう、続きが気になったもんで、もう、あの後、お疲れ様でしたって言って終わったけど、普通にその後またやっとるみたいな、そんな感じ。これかな、狂気、サバイバルナイフだ。この部屋には今誰もいない。武器として取ってもバレないかも。そう思い、俺は、サバイバルナイフに手を伸ばした。おー、やっぱり人がいる。ここで殺してしまえ、リツを。あれ？何してんの？あ、もしかして、武器の調達？あ、もし狼だったりして。この子ほんとズケズケと自分の意見言ってくるよね。違うよ。狼なら武器を取りに来るだろうと思って見に来ただけだよ。ほう、同じ考えの奴がいるとは。ま、今のところ武器は取られていないみたいだな。そうだね。私はもうちょっとここを見張ってよーっと。危なかった。武器を取るところを見られてしまうところだった。今はリツさんが警戒していて無理そうだから、ここで武器を調達するのは諦めよう。何か他に武器になりそうなものが置いてある場所。健康な姉と病弱な妹。まあいいや、なんかあんまりいい話じゃなさそうやったよな今。武器か。病室とかなんかありそうじゃね。なんか、ああ、何、死体がある。あ、違った、人形やった。拓也さんの人形だ。あれ、この人形手にスマホを持っている。ん？ SNS の画面が開かれている。このアカウント、拓也さんのみたいだ。しかも投稿された日が5年前。あんなに事件のこと細かく投稿しててやったのに、誰も見てねえし。めちゃくちゃレアな映像だったのに、全然有名になれないじゃん。肝心の画像は暗くてよく見えない。5年前、何が事件なんだっただろうか。これは狼ゲームの真相を突き止めるヒントになるのだろうか。わかんない。様々な薬の入った箱だ。薬以外にも湿布や注射器まで入っている。え？これは？治療のための救急、毒とかないのか。毒とかあると思ったんやけどな。武器がありそうなところか。人がいないところだよね。ないな。ちょっと人に話しかけてみるか。怪しいな。はぁ、どうか我々の命を救いたまえ。廊下まで声が聞こえるけど、ずっとこれやってるのか。あ、いけない。こんなことに気を取る。こんなこと。ちょっと、どうなんだ？リビングにあったっけなんか。競技になりそうなもの。まあ、ちょっとキッチンかな。お、ナイフある。ナイフじゃない、包丁。ただ、美咲がおるで取ってけんな。美咲さん。ギャッ、おぉ、なんか急に。うわ、びっくりした。
ごめんな、料理作るのに集中してて。いや、俺こそ急に声かけてごめん。いやいや、ええよ、どうかしたん？いや、何してるのか気になって。ああ、みんなお腹が空いた頃かなって思って料理作ってたんよ。めっちゃいい子やな、この子。そうだったんだ、邪魔してごめんね。気にせんね、こんなことでもせんと落ち着かへんのよね。そっか、美咲さんが料理をするな、ここの包丁を持ち出すのは難しそうだな。他に武器になりそうなものがないか探さないと。アナザーエデン。他に武器になりそうなものね。お、ここにこれだろう。そういえばこの鏡一つだけ割れていた。危ないな。あ、そうだ、この割れた鏡の破片、こんなに鋭いなら武器になるんじゃないか。包丁のようなちゃんとしたものではないが、十分人の命を奪うことができそうだ。というか、そもそも俺に人が殺せるのか。いや、やらなきゃ自分が殺されるんだ。悩んでる場合じゃないな。とりあえずこの破片は取り外すこともできそうだ。でも素手で握るのは危険そうだな。どうにかして持つところを作れないだろうか。持つところ、布？布とかがどっかにあるんかな、きっと。病室とか？布あったっけ？これか。ベッドに取り付けられた乾いてんだ。ん？下の方はボロボロになっている。そうだ、これを使えば。鏡に巻くことができそうだ。俺は周りを見渡した。この部屋には誰もいないな。キョロキョロ。カーテンの端をそっと破いて持ち出した。カーテンの切れ端。オッケー。じゃあね、これで。あ、間違えた。一目惚れ？告白、14歳とイラストレーター、やば。ロリコンすぎるやろ。ここやな。この部屋には誰もいないよな。よし、今だ。さっき手に入れたカーテンを使って鏡の破片を取り外した。いて！破片を外した勢いで左手を切ってしまった。うわぁ、これやばいなぁ。うわぁ、これ痛そう。めっちゃ痛そう。やば、手が痺れてきた。思ったより血がひどい。怪我なんてしてる場合じゃないのに。俺は急いで鏡の破片に、を巻いて、即席のナイフを作りポケットにしまった。ひとまず武器はできたが、左手からは血が溢れてきている。誰かに見られてしまう前に早く傷の手当てをして、でもこれめちゃくちゃ怪しいじゃん。こんな左手に怪我しとったら。くっそ怪しいんだが、どうするの？で、どうするんや？あれやな、病室やろ。病室で手当てしようっていうことやろ、要するに。これか？救急箱、包帯だけでもしておこう。よし。あれ？どうかしました？え？びっくりした、おそのさんか。すいません、驚かせてしまって。あ、手、怪我しているじゃないですか。大丈夫ですか？大丈夫です。怪我をするなんて、何かあったんですか？これ、おさむ殺すしかねえな。やばい、怪しまれないように返事をしないと。さあ。紙で切ってしまってかな。あ、違うか。ええー！でもその手の毛が結構ひどいですよね。まるで何か刃物で切ってしまったような。そんなことないですよ。見た目ほどそんなにひどい怪我ではないですから。ご心配かけてすいません。いえ、別に心配してるわけではなくて。え？怪しんでるんですよ。あなたが狼なんじゃないかって。そんなわけないじゃないですか。やばい、もし隠している凶器が見つかったら狼に殺すしかねえ。ほら、おさむ殺すしかねえぞ、これやば。両手を上に上げてもらっていいですか？念のために身体検査をさせてください。別にいいですけど、やばい、もうおさむさんをやるしかない！いけ！俺は両手を上げるふりをして、凶器を取り出しとっさにおさむさんに襲いかかった。しかしおさむさんはある程度予想していたんだろう。マジか、俺の声を強化し、隠し持っていた謎の液体を俺にかけてきた。やめろ！死ねえ、狼め！なんだこれ、この液体は。熱い！はっはっは、これはね、硫酸だよ。怖っ、こいつ。硫酸？君が僕を殺そうとした罰だからな。自業自得だ。そう言うと、おさむさんは残りの硫酸を俺に振りかけてきた。畜生！俺はそのまま意識を失った。やばい、おさむ強え。おさむ強えぞ。熱い液体。はい。では、これだな、バラのトゲやな。バラのトゲに、なるほど。あ、それは納得するんや。なんで？なんで紙で切ったのはダメで、バラの時はいいの？なんで、それで治療しようと思って、私もマキさんが体調が悪そうだったので、薬
薬を探していたところです。それならこの救急箱にいろいろ入ってるみたいですよ。あ、本当だ。ありがとうございます。その怪我お大事になさってください。 ありがとうございます。そう言ってオサムさんは部屋を出て行った。なんとかごまかせたみたいだ。危なかった。もし武器が見つかれば狼だとバレるところだった。俺は救急箱の道具を使い急いで応急処置をした。せっかく武器を手に入れたのに怪我なんてして無駄な時間を過ごしてしまった。早く行動しないと。でもいよいよ誰かを殺さないといけないとなると少し怖い。どうしよう、それは怖い。はぁ、あ、はぁ、あ、いや悩んでる場合じゃないだろう。今回俺は狼だ。誰かを殺さなければ俺が殺される。俺は生き残りたい。そして脱出したい。じゃあ殺すとしたら誰を狙う。誰、同じ部屋に複数人いる状況はダメだ。できれば隙があって単独で殺し、あの子じゃん。27歳しかおらんやろこれ。27歳殺すしかないやろ。だって祈祷しとるもんな、一人で、うん、一人で お祈りしとるで。あれ、うわやべ、リビングにリツちゃんが。やべ、まさかこの子を殺すしかないのか。うわめちゃくちゃ殺しがいがある。隙だらけや、隙だらけ。殺したくねえな。はぁ、あ、狼ゲームとかマジめんどくせえ。なんかいいもんねえかな。隠し脱出通路とか。この部屋にはリツさん一人、しかもこちらに気づいてない。マジでこれは絶好のチャンスだね。今しかない。マジ、いや絶対殺したくねえやけど。俺は音を立てないようにゆっくりリツさんの背後に近づいた。汗ばむ手でポケットの中の武器を握りしめる。あともう少し、あともう少し。ふぅ、疲れた。あ、リン太郎。わっ、キャッ、なんだよ、お前いたのかよ。ごめん、いろいろ考え事してて。危なかった。俺の心臓はこれまでにないくらいドキドキしている。リン太郎がもう少し遅ければ、俺がリツさんを殺す瞬間を見られるところだった。リン太郎が来てしまっては、このままリツさんを狙うのは難しいだろう。とにかくここは無理だ。他の部屋を見てみるか。よかった。助かったな。狼じゃないと暇だなって。面白いな、この子、ほんと。そうだね。今回の狼遅えな。まだ誰も死んでいないみたいだからね。さっきリッツさんならいけると思ったのに。この部屋にはリンタロウもいるし、他を探そう。さっきコウ君とこのゲームの真相についていろいろ話してきたんだけどさ。君はユーヤについて何か知ってる？いや、わからないな。そっか、やっぱりそうだよね。誰だ、ゆうやって。一人でおるのは、うわぁ、いや、俺、長井にするわ。長井殺す。さあ、やはり細かい記録まで残しておくべきですね。みんなの怪しい行動がわかるかもしれないので。おさむさんは、参加者の行動を観察しては記録してるみたいだ。おさむさんの前での行動は気をつけた方がいいかも。あれ？殺せねえのか。マジか。やっぱこの子か。マキさんはちょうど一人だ。部屋を探索しているというよりは休憩しているように見える。狙うなら今だろうか。俺が近寄ろうとした時、マキさんはものすごい勢いでこちらを振り返った。どうしたの？私何か用？マキさん何してるのかなと思って。いや、そのまま殺せ。私ちょっと考え事してただけよ。そうなんですね。ねえ、あなた、今回の狼誰だと思う？狼？いや、俺には全然わからないよ。まさか俺が狼だとバレてるのか。そんなわけないよな。そうよね。ごめんなさい。私怖くて。は、ほんと、気づかれするよね。そう言うとマキさんは再び向こうを向いてしまった。あれ？今行けるんじゃないか。俺はマキさんに静かに近寄る。今度こそいけるかもしれない。はぁ、あ、はぁ、あ。今度こそ、はぁ、あ、はぁ、あ。おいお前。これやばくね？無理じゃね？まあ、急に大声出した。言ってほしい。ごめん、マキさん話してる。俺はとっさにナイフを隠した。びっくりした。今度はこうさ。この状況での殺害は絶対無理だ。他の人を狙ってないか早くしないと。いやー、ってなると、やっぱこの子だよねー。何この怪しいポーズ。ちえちゃんしかねえが。今日は残業を捧げます。はぁ。ちえさんは大声で叫んでる。
しかもナイフを振り回しているな。なんか行動がどんどん過激になっていってるな。これはこちらから襲ったとしても反撃を食らうんじゃないか。今この部屋にいるのは千恵さん一人だが、今はやめとくか。お前本当にやばいな。1階のリビングにまで声が聞こえてきたぞ。あ、お前も千恵のショーを見に来たのか。うん、すごい声が聞こえたからさ。そうじゃないです、私は真剣に祈りを捧げているんです。しかもリツさんまで来た。ここもダメか。どうしよう、このままじゃ誰も殺すことができない。本当やな、面白いな本当この二人。あんなことしてたんじゃ狼も近寄れなさそうだよな。まさにその通りだよ。はあ、チエさんはナイフを振り回して全力で祈りを捧げている。こういう狼の回避方法もありだな。どうすんだ、あ、この子か。殺したくないな。ミサキタン、お魚さんはええな。この部屋にはミサキさんだけしかいないみたいだ。狙うなら今。ミサキさん、ミサキさんはこちらには気づいていないようだ。水槽を見つめる彼女の横を見て、とっさに俺はポケットに入れていた武器をもっと奥まで隠した。クソ、何してるの俺は。今だ、今なんだ。次誰かが一人でいるチャンスなんてないかもしれないんだぞ。でも本当に俺がミサキさんを殺すのか、俺の手で本当にできるのか。はあはあ、いやだからそんなこと考えてる暇はないんだよ。今なんだ、やるしかない。あと少し、もう少しだ。あ、君うわ、どないしたんこんなとこで。いや、なんでもないよ。ちょっとブラブラしてただけだよ。そっか、うちはなんとなくここが落ち着くから、ここにおるねん。でもちょっと喉乾いてきたから、リビングにでも行こうかな。そっか、それなら俺が飲み物を取ってきてあげようか。ほんま？ありがとう。じゃあお願いするわ。君優しいな。そんなことないよ。待っててね。また俺は決断せずに迷ってしまった。くそ、俺に人を殺すなんてそんなことができるのか。できなそうやな。美咲さんを目の前にして彼女を殺す勇気が出なかった。彼女が俺の武器によって刺され、苦しむ姿を想像すると罪悪感で胸が押しつぶされそうだ。そうだ、せめて眠らせて痛みを感じないままに殺すことができれば、睡眠薬入りのアイスティーを持ってくるのか、まさか。せめてもの償いにはなるのではないか。ごめんね、美咲さん。マジか。俺は美咲さんを殺す対象に決めた。じゃあ持ってくるか。あれやな、睡眠薬やな。薬箱とは様々な薬や注射器が置かれている。そういえば精神科医のサトルさんが弁護士の美穂さんに睡眠薬を使っていたな。ごそごそ。見つけた。睡眠薬だ。これを飲ませて美咲さんを眠らせよう。でも本当に殺すのか？いや、何をこんなに迷っているんだ。殺さなければ自分が死ぬというのに。せめて痛みを感じないように眠らせて殺そう。睡眠薬を使えば美咲さんを苦しまずに済むじゃないか。そうだ、これでいいんだ。ではこの睡眠薬をどうやって美咲さんに飲ませるか。そりゃあもうね、アイスティーに入れてね。違うか、こっちがキッチンやな。どれだ、どうするんだ。紅茶を入れる道具だ。紅茶なら美咲さん喜ぶんじゃないか。喜ぶ？いや、俺は今から殺すんだぞ。何を考えているんだ。てんてんてん。俺本当にやるんだよな。本当に人を殺すんだよな。心の中では葛藤しながらも、俺は淡々と睡眠薬入りのアイスティーを作っていた。こんなことと思っても、俺は生きたくて、生きたくて仕方ないのか。睡眠薬を入れた紅茶だ。さあ、これを持っていくぜ。ドキドキやな。本当に殺すんかな。行くぜ。あ、君。美咲さん、これ、紅茶入れてきたんだけど。え、ほんま？嬉しいわ。紅茶好きやね。ありがたくいただくね。うん。そう言うと美咲さんはゆっくりとカップに口を近づけた。ごめん、美咲さん。ん？あれ？え？この紅茶おかしない？なんか色が濁ってるように見えるんやけど。ああ、外国産の珍しい紅茶しか置いてなくて特別なやつなんじゃないかな。やばい、バレたか。なるほど、外国の紅茶はこんな色してるんやね。初めて知ったわ。ほんじゃ、改めていただきます。ごくごく。美味しい。君紅茶入れるの上手やんな。なんだかあったかくなって眠くなってきたわ。
夜は不安で眠れへんし、ちょっと横になってもええ？うん、もちろんだよ。ありがとう。植物室のソファーに横になった美咲さんはしばらくして眠りに落ちた。美咲さんはスースーと寝息を立てて眠っている。今からこの子を殺す。でも本当に殺していいのか？いや、決めただろ、殺すんだ。俺は持っている武器を握りしめた。さあやるぞ。やるんだ。ええー、何この究極の選択。いや、殺したくないけどさ。いや、じゃあこう殺すよ。殺すしかない。迷ってる場合なんかじゃない。だって生きるためだ。え、ダメなの？ダメなんだ。エンディング見るか。ここでやらないと。ここで誰かを殺さないと。狼になる俺が処刑されるんだ。覚悟を決めろ。俺は目をつぶり、手に持った鏡の破片を美咲さんめがけて振り落とした。その瞬間だった。いきなり後ろから縄のようなものを首にかけられた。マジか。誰だ？その縄は俺の首に食い込み、締め付ける。息ができない。俺はもがきながらその首を締めている犯人に抵抗しようとした。しかし抵抗を虚しく意識が薄れ、体の力が入らなくなってきた。でも一体誰が何の目的で。俺は狼なのに。結局俺はその犯人の正体を見ることなく意識を失ってしまった。ほう。なるほどな。こういう風になるんや。裏切りの代償と。この子、はい。はい、戻ってきました。じゃあ今度はね、殺さないにしましょう。やっぱ殺したくない、この子かわいいし。スースー。はぁ、はぁ。やっぱり無理だ。俺にはできない。俺は力が抜けてその場に座り込んだ。同時に大量の冷や汗が吹き出した。武器を握る手に力を込めようとしてもただ震えるばかり。何してるんだ俺、殺さないと自分が死ぬのに。そう心では思っていても強い恐怖心で体は全く動かなかった。くそ。美咲さんは最初から優しくてたくさん話しかけてくれた。仲良くなりすぎたのかもしれない。だからきっと罪悪感と恐怖心で殺すことができないんだ。他の人を探すか。次こそは必ず殺すんだ。じゃあ寝たままほっとくんや。鬼やな。じゃあこいつか。長いか。ほら、この部屋におさむさんしかいない。今だ。これがきっと最後のチャンスになるだろう。もうやるしかないぞ。俺はもう一度鏡の破片を握り直した。自分が生き残るためだ。俺は気づかれないようにおさむさんの背後に近づいた。部屋の奥の椅子に座っているおさむさんが見える。おさむさんは寝ているんだろうか。やるなら今がチャンスだ。全身から冷たい汗が噴き出す。迷ってはいけない。ここは一気にやるんだ。椅子に座っているおさむさんはまだ俺に気づいていない。今だ。俺は手に握った鏡の灰を振り落とそうとしたその時だった。どういうことだ。なんとそこに座っていたおさむさんは死んでたんだ。マジで。どうして。おさむさんは血を流し椅子にもたれているように死んでた。狼は俺なのに誰が殺したんだ。まさか俺以外にも狼がいるのか。一体誰が。その時だった。見つかっちゃったね。突如背後から声がした。うわ。あー、マキさんを殺したの。え、あなた今おさむさんを殺そうとしていたよね。今のは今回の狼は私のはずなのに、なぜあなたも彼を殺そうとしたの。あー、二人おるんか狼が。それは申し訳ないけど、見られたからには君を殺すしかないね。それと彼女はこちらに近づいてくる。殺される。ちょっと待て、俺も狼なんだ。は、そんなこと信じるわけないでしょ。本当なんだ。俺も狼のカードを引いて、俺もおさむさんを狙って忍び込んだところだったんだ。本当に狼なの。そうだよ、何よりおさむさんを殺そうとした行動こそが証拠だよ。なるほど、確かにそうだね。じゃあ何、マキさんと協力するのか、もしかして。私たちは勝手に狼が一人だと思い込んでたけど、ルールではそんなこと明言されていなかったもの。だから別に狼が二人いても何人も不思議ではないよ。じゃあ私たちは二人とも狼で、さらにどちらもおさむさんを狙ってしまった。そして偶然にもその殺害直後に出くわしてしまったんだ。なるほど、それなら筋が通るわね。これからどうするの。それはもちろん私に協力してくれるよね。え、もし協力してくれなければ、その場でやっぱりあなたを殺す。
もし協力してくれるなら、あなたが狼だということは秘密にするわ。それに、この状況なら、あなたと私の状況の違いなんてほとんどないわ。むしろ私の方が有利なぐらいよ。どうして？あなたのその凶器、シャワールームの可愛いでしょ？そうだけど。私の凶器のナイフはみんなが気づいていない時に、物置で見つけてずっと隠し持っていたものなの。凶器という面では、凶器という面ではっきりしているあなたは、そこを責められると不利でしょ？確かに。それに、あなたのその左手の傷もそうやな。怪しすぎるよな。鏡の破片を入手した時にできた傷なんでしょ？けど、それも不利な証拠よね。どうしてそれを？これは彼女に協力した方が良さそうだな。いい？じゃあ、私たちは今から協力関係ね。二人で協力して、この殺人を違う人のせいにするのよ。うん、わかったよ。じゃあ、とりあえず死体はどっかに隠しましょうか。ここの棚の中はどうかな？前に本を積み上げれば簡単に見つかることはなさそうだね。それでも怪しいけどな、逆に。本が前にあるのなんでやってなるよね。いいね。じゃあ、早いとこ隠しちゃおう。俺たちは素早く死体を隠し、さらにその棚の前に本を積み上げた。これでひとまず時間を稼げるね。そうだね。じゃあ今から偽装工作を開始しましょう。まずは何から始めましょうか。え？こんないいとこで終わりなんかな？まあ、これで一旦終わりでいいかな。ちょっと尺見て。はい、ありがとうございました。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いします。そして今関連動画も貼ってあるんで、よかったらそっちも見てってください。じゃあありがとうございました。失礼します。